愛知県の地酒は江戸時代から生産が盛んになり、今でも全国7位の出荷量を誇っています。そんな愛知の地酒を PR しようと、今日県庁を訪れたのは、ミス酒愛知に選ばれた一宮市出身の森川幸恵さんです。ミス酒は日本酒と日本文化の魅力を国内外に発信する親善大使です。森川さんは中国で女優として活動していた経験を活かし、 海外に向けたたた。た。PR PR もも行っっててきたいいとと話しまししししししまま大村知事も愛知事愛の酒をしっかり PR してほしいと激励しました工業圏のイメージが愛知県はすごく強いところがありまして海外ではまだ愛知県って本当にあお酒って有名だったんだっていうまだちょっとそのイメージがあるのでそういった面でもより愛知県のお酒は美味しいんですよっていうのを、はい、PR していきたいと思っています。はい。